ガヤの動画。はい、皆さんこんにちは。ラコンティーズガヤです。よろしくお願いします。皆さんこう自粛ムードの中でね、家にいたりとか、まあ、なかなかこう外出できない状況があって辛い日々を過ごしていると思います。はい、では私の動画もね、ちょっと、まあ、その楽しいものじゃないかもしれませんけども、見ていただければと思っています。まあ皆さん一緒に頑張りましょう。まああのね、いつ収束するかっていうのは分かりませんけども、まあね、皆さんで助け合いながら支えながらやっていきたいと思っています。はい、じゃあ早速ですね、ご紹介していきましょう。今回はですねアパレルになってます。で、まあ私個人的にこの YouTube でこのファッションのですね、まあ、そのおしゃれなわけじゃないですけども紹介していきたいなと思ったきっかけになった人、ああこういうふうにやっていけたらいいなって思った人たちのね、ブランドになってます。はい、っていうところでじゃあ早速見ていきましょう。今回ご紹介するアパレルはこっちのですね、見えるかな、はい、こちらですね。はい、皆さんこれご存知の方はねもう知ってると思います。まあ先日5月8日かな、まあ抽選販売、まあ、その前はバーニーズでもあったらしいんですけど、まあ、抽選販売がありました。ゴッドブレスユーのパーカーになります。はい、っていうところで、まあ私もですね、例に漏れずゴッドブレスユーの、抽選受けました。で見事ですねこちら、フーディの方ですね、ゲットすることができましたのでご紹介していきたいと思います。はい、ということで、まあこのゴッドブレスユーっていうのは何なのかっていうところですね、説明していきたいと思います。ちょっとこれフード一回置きますね。はい、まあもうこれ、まあ、ご存知、まあ、見てくれてるっていうかこう開いてくれた方はまあ間違いなく知ってると思いますけども、ファッション系 YouTuber のソーシさんで、まあ、前はソーシュミュージックさんって言ってましたけども、ソーシさんとまあまあその、まあ、お友達というか、まあ、一緒にね動画に撮影されてたりとかしてたビビさんっていう方がいらっしゃるんですけども、そのビビさんが、立ち上げたブランドエグザンプルですね、こちらもですね 大人気で2017年かなぐらいから立ち上げられてるレーベルになってます。で、まあ、ストアの方も NFC ストアっていうのを立ち上げられてて東京の方で展開されてます。で今回ですね、まあ前からちょこちょこあったのかもしれないですけど、まあビビさんが好きな God bless you っていうですね、言葉を、使ったブランドとか新レーベルを、設立されて、今回この God bless you っていうのをですね前面に押し出したパーカーだったり T シャツだったりクッションだったり T シャツだったりとか、さまざまなアイテムをですねオンライン上で、販売抽選、まあ抽選販売、いたしました。まあ、先週かなのことでした。で私も、毎週チェックしながらですね見てるんですけども、まあエグザンプルあれ買えないなと思ったらそのゴッドブレスユーとの機体に来たので、あこういうのがあるんだなと思って私もですね、応募抽選したところを無事ゲットすることができました。定価は1万6000円ぐらいで、送料私は4枚だったので送料が1200円ぐらいで1万7000円ぐらいかな、7500円ぐらいで買えることができました。もうですね実はこれ大人気で、まあ、ネット上では、ね、4万円ぐらいとか転売っていうか二次流通に乗ってかなり高額な取引がされている状態です。まあ、それだけですねビビさん、まあそういう創始さんたちのクルーの、ね、人気がすごいっていうのもあります。で、まあエグザンプル自体もね人気で、毎週そのドロップした時にはかなり速乾アイテムが多かったりですね、してると、いろんなねメーカーさんとのコラボをしたりとかですねしながら、すごく今人気急上昇中のブランドになってます。まあ、その中ですね新しいレベルを立ち上げられたってことでかなり話題になってました。はい、っていうところで私もですねすごい憧れの人というか、まあ、すごいあの尊敬するお二人、まあ、ビビさんとソーシさんたちっていうのはですねあの立ち上げられたレーベルですというブランドで、私はすごく好きな、ブランドになってます。なので今後もですね、まあ、通常販売でここどういう形になるのか分かんないですけども、あそういった形で販売されることに、まあ、購入、していけたらなとは思っています。ポップアップもね、何とか行きたかったんですけど、なかなか私が住んでる地域ではなかなかないので、まあそのタイミングがあればですね、遊びに行きたいなとは思ってます。というところで、まあ、本当にすごく自分のファッションとか、こういった活動の元になったというか、
すごく参考にいただいている方たちの新ブランドということで、もうこれは買う気はないということで購入いたしました。まあ、でこれサイズはですね、XL 購入しました。忘れてましたね。XL ですね、購入しました。まあ、今回ちょっと着画してどんな感じかって見ていこうと思います。ご視聴ありがとうございます。まあこんな感じで着火取っていきました。まあどうでしょうかね。まあ割とフードをちょっと下ろしてみましょうか。タッチ感的には、まあそのバリバリのその秋冬のそのスプリングみたいな感じで立たないんですけど、まあ割と普通にタッチもいいしですね。まあサイズ感的には XL で私184センチぐらいあるんですけど、全然いいサイズ感だなと。まあ身幅も結構広くていい感じですね、シルエットも。まあ少し丈を短くしてたまり作って着るのもいいし、伸ばして、まあ、こんな感じで着てもいいかなと思います。まあ割とシンプルに着やすくっていい感じかなと思います。まあこれをね、今年の冬、秋冬は着ていきたいと思います。まあ本当ですね、私は大好きなビビさんの新ブランドガールズブレスユーっていうところでご紹介しました。はい、というところでですね、まあ、こんな感じで、今後もですね、ご紹介できたらと思います。最後にですね、皆さん、コメントや、チャンネル登録していただけるとですね、今後も活動しやすくなりますので、よかったらよろしくお願いします。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。